はいどうも、こんにちは。今日もメカアリーナ実況をやっていきます。メカアリーナ公式ツイッターで開発者 Vlog 第5弾が紹介されていました。そちらの動画を見てみて、いくつか気になった6点をですね、抜粋して紹介させていただきたいと思います。1つ目は、バトルパスの報酬に武器が追加されるという案です。バトルパスのゴールド会員の場合、1300円ほどで購入することができます。1300円ほどの価値に相当する武器が追加されるのであれば、今後購入 しししてもよろいいんじゃないんでしょうかそして2つ目はストーカーと天狗ですストーカーは以前強化したことによって使い勝手が向上したとのことですまた天狗に関しては日知性を重要視するため強化はしないということです個人的な意見ですがストーカーは現時点で最強のメカだと思ってます攻撃力を2倍にしさらに敵を倒すだけでモリモリと HP を回復することができるようになってしまいましたストーカーに アークトレント12を二丁装備している場合、もはや手がつけられないほどの凶悪なメカとなってしまっています。プレデターストライクの回復機能は削除した方がいいのではないでしょうか。そして3つ目に新型メカのロキの紹介です。エピックのサポート専用のメカということですが、エネルギー容量である ヘビー、ミディアム、ライトが判明していませんので、まだわからないですが、見た目からヘビーメカなのかもしれません。サポートということなのですが、HP や攻撃力を上げるメカは他にいますので、もしかしたら移動スピードを上げたり、防御力を上げてくれたり、弾薬の回復スピードを速くしてくれるメカなのかもしれません。今後の情報に期待したいところです。そして4つ目に、レジェンドビーム兵器、 グラビトンビームの登場です。グラビトンビームは相手に照射し続けると爆発を起こし、相手に与えることができます。今までこのゲームではビーム兵器はあまり強い方ではありませんでした。ステーシスビームは射程距離や持続性が長いものの、 相手にダメージが低く驚異的な武器ではありません。メカアリーナというゲームは相手を一瞬で倒すことが前提のゲームとなっているのです。故にビーム兵器は逆風にさらされていました。しかし、新型ビーム兵器グラビトンビームは相手に照射し続けることによって大きなダメージを与えることが容易にできます。ビーム兵器の弱点を補った武器になるのではないでしょうか。しかしか射程距離が 100m と大変短いですので、中距離や近距離での戦いが必要になってくるかもしれません。そして、グラビトンビームはコストが10、12、16で登場するということです。期待して待ちたいところです。そして、5つ目は4つの新マップを追加するということです。ビーコンラッシュには1マップ、ディスマッチには3つのマップを追加するということです。マップのデザインは、東欧の工業地帯をイメージしているということです。 統合ということですので、おそらくはウクライナを想定しているのではないでしょうか。動画で確認したところ、FPS ゲームに出てくるような工場のマップになりそうです。できればビーコンラッシュで追加される、 工業地帯ママッッププは5ビーコンマップであって欲しいいなと思います個人的に3ビーコンマップはあまり好きではありませんので可能な限り5ビーコンマップで工業地帯マップ新マップを作っていただきたいものですそして最後に PVE を作る案があるということを話していましたしかし現時点ではまだ制作もしていないので当面後になるということです半年以上前から言っているフリーフォーオールモードすらまだ実装されていませんので PVE が実装される のは1年以上後のことになるのではないでしょうかあと今回の動画の中で新パイロットのを紹介していましたがパイロットに関しては興味がありませんので取り上げないことにいたしました今回の動画を見て嬉しかったのはやはり マップの追加です。メカアリーナはマップの数が極端に少ないですので、もっとマップの数を増やしてもいいんじゃないんでしょうか。マップの数が少ないとさすがに飽きてきてしまいます。新マップである工業地帯マップではロケット砲を防ぐことができるような軒下があることを期待しておきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。はい。